皆さん、スナックミアへようこそ。このチャンネルは日本とイギリスのアロマセラピスト資格を学び、その後日本産の天然精油和精油の魅力と価値に気づいて、和精油と自然派化商品のオンラインセレクトショップミューズネストを立ち上げたキャラの濃いオーナーがママをしている昼スナックです。昼かな、聞きに来るだけで免疫力アップが期待できそうなしゃべくりチャンネルですので、一緒に笑って NK 細胞を増やしていきましょう。では参りましょう。まずはですね、ちょっと告知をさせてください。今夜私は喋ります。何の告知やねんって感じなんですけど、月に1回私は和精油ワイワイ会というですね、和精油が好きな人とか、和精油ってなんだろうなっていうちょっと興味を持っているぐらいの人とか、そもそも精油って何なんですかっていうぐらいの人とか、あとは和精油の本当マニアの人とか、いろんな人を含めてひっくるめて無料のオンラインしゃべり場を開いております。でこれが今日の21時からですね、 Zoom の方でおしゃべりをさせていただくと、その何でしょうね、司会進行役みたいな、ただの参加者となっております結構ね、別にセミナーじゃないのでゆるい感じで、最近こんな香りをね見つけたんですよみたいな、すごいなんて言うんですか、楽しい感じ、普通のサークルみたいな感じですねセミナーって言ったらこうカチッとしていて、和精油とはみたいなところから入ってくると思うんですけれども、そうやって、知っていくのってハードル高すぎますよね。だから和精油、今回のねテーマはクリスマスとお正月の和精油といえば何かなみたいな感じで、テーマを一応決めてるんですけれども、毎回ねすごい話が脱線するんですよもうみんなね話面白いんですよね、でクリスマスとお正月って言ったらね、皆さんなんて言うんですかね、そもそもの香りっていうのがいろいろあると思うんですよ。そのイベントが持つ香りですね。例えば、クリスマスだったらクリスマスツリーからして、ほんまもんやったらですよ、普通にその辺で売ってるこう偽物のこう組み立て式とかじゃなくて、ほんまもんやったらこうホームアローンでケビンがガキ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 ってこうね一人でこう切り倒してるような、モミの木とかなわけですよね。であとはお正月だったら、例えば鏡餅の上に乗ってるやつとかね乗ってるやつってどういう扱いやねんって、代々ですとかね、そういうのがねいろんな香りとしてあるじゃないですか。そういったところから入ってきても全然大丈夫なわけなんですよね。難しく考えないでこういうのに参加していただけたらなって思っている、司会進行役主催となっている私、スナックミユのママでございます。でもね、こうやってこうしゃべくりチャンネルやってるぐらいなんで、ほんまにねしゃべくって終わるみたいな感じなんですよね別にただ学ぶことは結構多いんですよね。例えばどんな商品であっても作り手っていうのがいてて、で作り手の前にまずその原材料っていうものがあって、どっから来てるねんその商品はっていうのがすごい大事なわけで、でここって和精油のすっごいアドバンテージなんですよね。西洋の精油でも原産地イランとか書いてあったりとかねするんですけど、イメージできないじゃないですか。わかるよ、世界地図で見たり地球儀で見たらわかるよ。でも行ったことないで、行ったこともないし、そのテレビでも見たことあるけど、本当はどんな国なのかとかもあんまりよくわからないみたいなね、そんなとこから来てるやつもいっぱいあるわけですよ。で和精油の、その辺はね、例えば普通に北海道産とかね、鹿児島県産とか熊本県産とか言われたら大体わかりませんか？なんかイメージ湧きやすいですよね。徳島県産とか長野県産とか新潟県産とかで聞いた時に、新潟県産とか聞いたら、今新潟すごい雪じゃないですか、自衛隊が出るぐらいね、なんか仙台ぐらい車がストップしてて豪雪で、
ね、そんなん聞いたら私はあの新潟の黒文字を取っている社長がねいらっしゃるんですよ。若い社長が大丈夫かなって心配になるわけですよ本当に。だって山の仕事なんで、もう勇気めっさ振ってたらそんなもん仕事にならないですしね。で、第一命の危険があるようなぐらいなんで、すごい身近に感じる話なんですよね。まあその方が取ってくださっている黒文字のおかげで私は黒文字のローションを使うことができるみたいなね。うん。でもその作り手の情報の方がね普通に入ってくるんで、日々なんていうんですかね、つながりを感じられますね。北海道の方でも地震があったとか言ったら心配になるし、鹿児島の方が台風やとか熊本が豪雨災害やとかなったらね、やっぱり心配になって何かしたいなって思ったり、この商品を使って売って買ってくれたらその地域の人たちの収益になって、少しでも復旧作業とか何かの対策とかに使えるんじゃないかみたいな発想になっているわけです。うん。そこら辺が私の和製油を取り扱い始めた動機の一つでもあるんですよね。もちろんね、その精油としてトレーサビリティがしっかりしている、つまりどこで取れて誰が蒸留してどこで詰められてどういう風に発送されてきたのかっていう、そのまあできるまでの元をたどるっていうことですよね。それが簡単にできてしまうっていうのはすごい品質を保つためにも、品質の確認をするためにも大事なわけですけれども、それが簡単にできることは和製油が西洋の精油と比べてすごく有利なところだなと、日本の中でですよ。うん。で、海外の方々からしたら逆にね、日本産って言ったら、日本産って言われたらメイドインジャパンって言われたらある程度ちゃんとしてるだろうっていうのはありますよね。まあそれはまあねバブルの頃に頑張ってくださったうん、そうメイドインジャパン、その昔のねその電化製品のまあ品質をね先駆けてこう開発してくださった方々の恩恵を受けているんですけれども、ある程度メイドインジャパンってやっぱりこう信頼性はありますよね。いまだにやっぱりそうベンツとかテスラに乗らずにトヨタの車に乗る理由っていうのはやっぱ壊れにくいからなんですよね。それが海外でもトヨタの車が高値で取引されている理由っていう、うん、その辺は何だろう、国民の気質っていうのが反映されているのかなって思います。仕事は普通丁寧にするもんやっていう、その何だろう、その普通のレベルが他の国と比べた時にまあ割と高い方なのではないかっていうイメージですね。はい。まあイメージ通りすごくねしっかりと皆さんお仕事をしてくださっているおかげですごくいいものができているわけなんですけれども、アロマオイルって結構ねその安いものが流通していることもあって、でその中にはギワとかね、その安いものを高いものと偽って売ってたりとか、高い精油をちょっと薄めて安く売ってたりとか、そういうことが行われたりしているので、やはりその信頼できる方からの購入っていうのはすごく大事になってくるわけです。だってそれいい香りだなって言ってリラックスするだけじゃなくて、揮発した芳香成分が脳にまでダイレクトに届くんですよ。つまりその塗布したりなんかしたら経費吸収で血管まで入っちゃうんですよ、ね、だからそういうことを考えると安易にその大量に安く売られているやつをまあお試しでみたいな感じで買うのではなくて、まあ、少なくともそうですね、アドバイザー資格を持っている人とか、あとはまあもっと上位の資格を持っていらっしゃる方が勧めているようなメーカーさんとか、あとはまあ本当にその生産者さんの顔が見えるようなねところのものとか、あとは成分分析ちゃんとしているかとか、うん、そういうのを確かめた上で購入された方がいいかと思いますね。というのも結構ね、私の知人でもこれがいいよって言った瞬間に
自分が通っているトレーニングジムとかエステとかの、なんていうんですかね、物販で売られている安いオイルを買って塗ったらすごいブツブツができてんって言われたんですよね。そりゃできるかもしらんなみたいな感じなんですけど、どこのやつみたいな感じだったので、オイルなんて特に酸化するのはこれぐらいなので、これぐらいまでには使い切ってくださいねっていうような一言とかもなかったら、結構ね、キャリアオイルなんて特に油ですからちょっと気をつけていただきたいなと思います。はい、めっちゃ真面目な話ですね。こういう話をどんどんした方がいいのかもしれないですけど、お笑いチャンネルにした方がいいのかもしれないですけど、どうなんでしょうね。その辺が私の悩みでもあります。というわけで、今夜21時からズームで、和製ゆわいわい会の、司会進行役なのかっていうような役をやります。で、同時に Facebook ライブでも、映像を流そうと思っているので、興味のある方は覗いてみてください。ミューズネストオーナーのみゆママでした。